どうも、りゅんたです。今回初めてレイパーに作品を出させていただきます。今回の作品は一応テーマはあってみんなともシェアしてるんですけど、あんまり押し付けがましくないというか、見てる人が勝手にストーリーを膨らませて完結してもらえたらなという作品にしてみました。ちょっと今まだ課題が山積みでみんなで取り組んでる最中なんですけど、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。ぜひ生でご覧ください。お待ちしてます。